無煙火薬 203mm 自走流弾砲の空砲射撃。無煙火薬でも白煙は発生するのがわかる。無煙火薬とは、爆発時に大量の白煙を放出する黒色火薬や褐色火薬に対し、発煙低減のために開発された火薬のことである。その基本は、ニトログリセリン、ニトロセルロース、ニトログアニジンの3つが機材となる。ニトロセルロースは古くは、 ダッシュなどの繊維を農商酸と農粒酸の混酸によりニトロ化することで製造されていた。ニトロセルロースだけを原料に用いたもの、ニトロセルロースとニトログリセリンを用いたもの、3つの物質を用いたものの3種類に対別できる。それぞれシングルベース火薬、ダブルベース火薬、トリプルベース火薬と称される。無塩火薬は主に火器の発射薬として使われ、 燃焼後の海分が減った、副産物として、重砲の清掃周期が伸び、また、薬室内部に、カスがこびりつく頻度も減ったので、速射砲や機関銃のような自動火器の信頼性向上に大きく貢献した。なお、無炎とは、大量の煙を出す、黒色火薬に比較して、発煙量が少ないという意味で、燃焼には白煙を伴う。特に大量の創薬を使う大型火砲などでは、 多くの煙が出るが、黒色火薬と比較して発生した煙が晴れるのも、早い。ナポレオン戦争頃までの軍事機関は、火器を発射すると出る白煙で覆われた戦場の、問題について、不満を持っていた。この厄介者は、風が吹けばやがて晴れるが、無風状態だと霧のように停滞して、いつまでも視界を妨げるからである。特に19世紀初期までは、 軍の命令伝達は、伝令を出して、直接伝える以外、旗流信号や腕着通信などの視覚通信に依存していたため、影響は大きかったからである。また軍服も、遊軍への誤射を避けるため煙の中でも目立ちやすい、派手な色を使ったり、距離を誤認させるため高い帽子を採用していた。まずニトロセルロースが1846年に、クリスチャン・シェーンバインによって発明されたが、 問題が多くすぐには実用されなかった。続いて1884年にポールビエイは B 火薬と呼ばれる無塩火薬を発明した。これはエーテルとアルコールを混合しゼラチン化させた綿火薬から作られローラーに通して薄いシート状に形成した後破片状に切断して使用された。B 火薬は安定性が高く湿気にも強いので 近代的なライフル銃の弾薬として最適と判断され、フランス軍は B 火薬のために 8mm ルベル実砲とこれを用いるルベル M1886 ライフル銃を開発した。第一次防は戦争頃には無煙火薬が普及したため戦場での見通しが良くなり、派手な色の軍服は狙撃されやすくなったため目立たない色へと移行していった。 日本の陸軍兄弟戦岩は欧州視察の際、この B 火薬をフランスより少量持ち帰った。その後、分析され姿勢テストを経て、1893年に板橋火薬省にて日本においての初製造が行われた。この国産無塩火薬を初めて用いた軍用銃が1889年正式採用の22年式村田連発銃であったが、当初は、 帝国陸軍により、無煙火薬の民間への払い下げがなかなか行われず、市政の狩猟化は、高価な輸入品に頼らざるを得ない状況が続いたと、いう。こうした事態を有料した大沼都籍、飯島イサオラの県議により、板橋火薬省にて、療養無煙火薬として、L イン療養無煙火薬が、製造販売され、後に、NN イン無煙火薬へと改良された。 1924年には、板橋火薬省により、マーズ療養無煙火薬の製造販売が開始され、翌年の公開試写会では、ベーレミントン、A、エレイ、ドク、ワルスロードラ輸入無煙火薬に被見する性能が確認された。第二次世界大戦の勃発により、板橋、岩花、宇治など帝国陸軍の火薬省は民間向けの療養、火薬販売を中止、 市政の狩猟化は、日本油脂が1943年より販売を開始した翼インムエン火薬にて、戦中、終戦直後の狩猟を行うこととなった。日本油脂は、終戦直後から1949年まで、日産化学工業と解消し、翼インムエン火薬の市場供給を続けたが、1952年には、旧陸軍の NN インムエン火薬の販売を再開。 同時期にアサヒ火星やダイセルなども療養、無煙火薬事業に参入し、現在に至っている。1887年に、イギリスでアルフレッド・ノーベルは、バリスタイトと呼ばれている、無煙火薬を開発した。しかし、これは、コルダイトとそっくりであったため、特許侵害について長い法廷闘争が起こった。八百九十年に、米国で無煙火薬の特許が、 ハドソンマクシムによって取得された。2007年になると、ヘキサニトロヘキサーザイソールチタンベースの無塩化薬が登場した。これは、同じ体積で、従来のニトロセルロースベースのものよりも30%、近くも威力が高く、発泡炎や、線香も小さくなり、大幅に性能が向上している。これにより従来よりも、薬莢部分の小さい弾薬が開発されている。 ありがとうございます。